北海道余市郡の市余市郡は、北海道後部市総合振興局の郡。人口 22,375 人、面積 588.64 京平方メートル、人口密度38人、京平方メートル。以下の2町1村を含む。1879年に行政区画として発足して、以来、郡域は上記2町1村のまま変更されていない。飛鳥時代に安倍比羅夫が国家の出先機関、万所や軍領を置いた広報要邸は余市郡であるとの説がある。また、奈良時代以前の余市郡域は朝廷によって道外と蝦夷の交易の拠点が置かれたとみられ、後世、余市川川口右岸にある大川遺跡から7世紀の太治や奈良時代の朝廷の役人が身につけた帯金具のほか漢字を記した土器なども出土している。室町時代に勃発した古社麻院の戦いの際、後部市国域でも余市以西では人と蝦夷との戦闘が繰り広げられた。江戸時代、余市郡域は和人地となる。正木藩によって余市場所が開かれており、交易の拠点や藩の出先機関として、旧家、余市運上家などの運上屋が建てられ住民の武育政策であるお武者も行われた。また漁場も開かれていた。漁場の状況については、北海道におけるニシン漁師も参照されたい。陸上交通は複数の道が開削されており、都東国から手塩国増毛郡への道のりの途上であったため、文化年間に岩内郡と余市郡を結ぶ余市参道が開削され、道中の宿場として笹小屋なども設けられた。このほか、余市場所請負人、竹谷長左衛門は、余市から古平教会までの2里余りの道を開削。この他にも道が開かれている。海上交通は、余市に寄港する北前船の航路も開かれていた。江戸時代初期、寛文9年6月に、日高国域を中心に起こった、借社院の放棄が平定された後、余市でも、蝦夷の正木藩に対する教順の確認が行われた。安永2年に山薄稲荷を創始。江戸時代後期の享和3年、間宮林蔵が西蝦夷地沿岸の測量を行った。文化4年に余市郡域は公儀御領とされたが、文政4年には正木藩領に服した。文政10年には稲荷神社が創建。これは後世、山薄稲荷の合祀を経て、余市神社となっている。松浦武四郎は、弘化3年のほか、安政3年と同4年にも、向山源太夫に同行し、余市に立ち寄っている。安政2年余市郡域は、上知令により再び公儀御領となり、庄内藩が警護を行っていた。戊辰戦争終結直後の1869年、大宝律令の国軍里制を踏襲して、余市郡が置かれた。北海道 1.29 町村制施行時の余市郡の町村。ありがとうございます。